ったんですけど、そう、音楽の日に出演させていただくことができます。認可決定しました。そうなんですよ。これね、ちょっと前ぐらいにお話をいただいたんですけど、本当にダンス企画と歌唱企画で、そう、ダンスと歌唱で、あのフォーテートグループ、 AKB48 グループの ST48 枠で出させていただくんですけど、で歌唱はリコチさんと一緒に2人で出演させてもらいます。いや、もう本当にびっくり、驚きと、なんか嬉しさと不安もある。自分でいいんかなとかって思っちゃったりすごいしたんですけど、お話もらった時でも自信持って自信持ってちょっと頑張ってきたいなと思うし、しっかり爪痕を残してきたいなと思います。音楽の日 ST48 でたくさんの人にちょっと思ってもらえるように、ちょっと頑張ってきます頑張ってきます。そう、ダンスの方はそうですね、一人で ST48 から一人で出演させてもらいます。だから結構ね、いろいろね、その資料とかこうバーっていろいろ送ってもらって、あの練習したりしてるんですけど、今なかなか難しかったりもするので、ダンス企画の方が、そう、ちょっとね、頑張ってきます、頑張ってきますだからみんなはテレビの前でちょっと応援しててほしいですね。応援しててほしいです。めっちゃそう緊張する今からも。こんばんは、楽しんでくる、うん、楽しんできます。しっかり爪痕残して、そうですね、10日超えられて出れんのもちょっと、うん、音楽の日のお仕事の関係で、そうなんです、いろいろ兼ね合い的に、そうなの、出れなくなっちゃって。こんばんは、プレッシャーに負けずに頑張ってくる、マジで。もう本当に、でも嬉しいです。なんか選んでもらえたのが、選んでいただけたのが本当に嬉しくって、うん、本当に嬉しいですね。なんか自分のダンスを見てこう選んでもらった部分もあるらしくって、お話を聞いたら、その相手の方に、なのでより嬉しいし、だからこそなんか自信持っていきたいなと思う。なんでちょっと頑張ってきます、 SS 背負って SS 背負ってちょっと頑張ってきます。本当に頑張る。こんばんは、そう、そうだから、だからそれまでにちょっと絞ろうと思ってちょっと絞ろうと思って、今ちょっと全然時間ないけど頑張ってちょっとだけダイエットしてます。そう、こんばんは、ちょっとだけダイエット中。確かに変に気負わずにね、嬉しいです。
ありがとう。確かに未知さん法廷だけ、確かにノーウェンマン、確かに、そう、ななみんさん、そう NGT のね、ななみんさん、そう会えるのめっちゃ嬉しくて、初めてお会いできるから、ちょっとななみんさんと、そう嬉しい。そう、それでしぼろっと思って頑張ってんだからある。そう、でも全然、うん、だから一旦13日に向けてちょっと体型もだし、自分の体調のコンディションも整えてちょっと頑張ります。あずみは少し目が離せない人だよねって、嬉しい。もうなんか本当に本当にさ、2024年さ、みんなにさ、なんかみんなとこう喜び合えるというか、嬉しいお知らせが個人的にも本当にたくさんできてるから幸せだし嬉しいし、なんかもうね、本当に嬉しいです。頑張る。だからもっともっと嬉しい報告いっぱいできるようにちょっと頑張りたいなと思うけど、この幸せをしっかりね、なんだろうな、本当に無駄にせずにというか、しっかり掴んで頑張りたいです。次回はグループでの出演だね。うん、本当にそこね、本当に次は ST48 であのシングル曲とか、まあ愛の重さ披露してくださいって、グループ全体としてこう呼んでいただけるように、なんかそれのまあ何があってね、でもなんかきっかけにもできるようにしたいなとも思うし、とにかく頑張ってくる。いやそうですよね、本当にグループで呼んでもらえるようになりたいですね。頑張りたいです、もっと。よし、じゃあちょっと昨日さ、あのカラオケするって言って充電できてできなかったからカラオケしようって、愛の重さ入ってるよ。愛の重さ歌おう。愛の重さ入ってたんだ。愛の重さ入ってる。1週間以上前から入っとったんだ。風に吹かれながらひらひら舞い降りてきたリップ自分自身何グラムかを分かっているのだろうか。日差しの眩しさも日陰の切なさも知るリーフ、もし地球に引力なんて存在しなかったら、僕が見ていたのは僕の理想像を、こういう不気味でいてほしい、勝手に描いてた。腕に抱くこともせずに愛の重さ初めてわかったよ。君の気持ち背負ってみて知った。心がしびれるくらい、なんかまるで世界担ぐような重さ、今の気持ち何と比べてみればいいのだろう。無責任に
愛した頃は軽々と持ち上げてた。人は本気になれば何でも動かすことができる。困難から救い出そうと火事場の馬鹿力さ。君を守りたいと思い始めて、その存在が大きすぎて中途しまった。ちゃんと考えなきゃだね。気持ちなんかどう違う、思いとか客観的判断できないよ。心は見えないから、きっと真相でいたら自分の方にいつも傾いてるはずだって思い込んでいた。そのバランス、真実とは後で明かされるもの。君を失いたくない、だから僕は強くなる。どんな涙だって拭ってあげるよ。人を愛す、その言葉は限りなく重い。愛の重さ初めて分かったよ。君の気持ち背負ってみて知った。心が痺れるくらい、なんかまるで世界担ぐような重さ。今の気持ち何と比べてみればいいのだろう。無責任に愛した頃は軽々と持ち上げてた。ありがとう。嬉しいね、愛の重さ入ってるの。他は入ってないか、他のカップリングは。カップリングっていうか、まあカップリングか、他の曲はないですね。なんかまるで世界が継ぐような重さ。の気持ち何と比べてみればいいのだろう。無責任に。あ、エステの曲じゃあ。暗闇？昨日暗闇が聞きたいと。小豆島なかった。太陽は水平線の彼方を目指して、ある描きただ落下する夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか。僕はまだ帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々。あの空とこの海がほら分かれているように、交わらないものがあるってことさ。都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい。やるせない孤独の時、泣き言を誰に言えばいい。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つき、うろたえて無様でいたい。次の朝がやってくるまでに、今持ってるものは捨てよう。
してみれば何かが見えてくる。星たちは自分が輝いているその一度、宇宙の果てで誰かに見られてる知識、どこかで消えていった光を知っているのか。僕は始まってもいない。欲しいものいらないものも見境つかなくて、手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ。大人とはその分別があることというなら、永遠に大人になんかなるものか。ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう。水平線見えなければ今いる場所がわからない。夜よ僕に歌わせるなよ、想像だけの愛の世界は都合のいい思いやりばかりで説得力がない。どうせならばもっと生々しくお互いの正体を明かそう。取り繕っていても虚しいよ、暗闇のその中で聞こえてくるのは希望の足音か。僕は叫んだ、波の音よりも大きく自分へと届くように。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つきうろたえて無様でいたい。次の朝がやってくるまでに今持ってるものは捨てよう。丸裸になって気づくだろう、暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる。さあ歌いたい曲見つけた、あるかな。ないんだ。ないのか。必然性あるかなって思ったけどなかった。ね、何歌おうかな。暗闇いいよね。なかった。なかったなかったよ。どうしようかな。え、なんかある？歌ってほしい曲。うわー、息をする心。息をする心は確かに最近歌ってない。大丈夫だよ。懐かしいな。
真夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに、友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ明日になればもう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと、そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで素振って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。やばい、団長読みます。13位ゆずきちさん、12位徳島のひーくん、11位ぬしさん、10位かぎさん、17さん、9位こけだまさん、8位台湾のこうさん、7位メガバイトちゃん、6位たくおんさん、5位ひりやすみさん、4位りおさん、3位せいやん、2位ケンセティンさん、そして1位はルルルルバンこにゃまるさん、ありがとう。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。ありがとう、おやすみなさい。